開業をする際の物件選びについて僕が考えたことをお話ししていこうと思います。物件選びでですね、まず考えたのは駅からのアクセスの良さを考えたんですね。徒歩どれぐらいで行けるのか、だいたい駅から徒歩5分以内が望ましいっていう風に言われていて、人ってだいたいこう自分が行動する範囲の5分以内程度のところしか行かないんですよね。だから目安は5分以内ですね。500メートルぐらい、だいたい500メートルぐらいの範囲で移動できる距離にまず作るっていうところを考えましたね。できるだけ有名な駅の方がやっぱりいいんですよね。大阪だったら、まあ、梅田とか難波とかあるんですけど、これがねすごい難しいんですけど、実際ね物件を探してみるじゃないですか。アットホームとかになると思うんですよね。店舗物件賃貸とかになるんで、それ調べてみる、大体アットホームが使いやすいかなと思うんで、それで見てもらったら分かるんですけど、まあ高いんですよね。まあ高い。例えば坪数で言うと、まあ、4つのベッドを置くとしたら大体15坪は最低でもいるかなと思うんで、それぐらいで難波とか梅田で探すとおそらく20万は余裕で超えてくると思いますよね。まあ、30とか40とか、まあそれぐらいかな。まあそれが大体相場として考えられるところで、でさらにそこで1階なのか2階なのか3階4階5階なのかっていうところもあって、大体1階だと、まあ、一番人目につきますし、人通りもよかったら、まあ、新規の顧客も見込めますよね。2階だったらそれがちょっとやっぱり下がるんですよね。それが下がるけど、まあ、2階だったらまだ存在感アピールできるじゃないですか。窓にこうここは何屋さんですよとか書いたりできるんで、それがね3回4回5回になってくるとやっぱりこう認知してもらえないですよね。普通の人って歩いてて2階以上の建物のなかなか見ないですもんね。今でこそやっと上の階とか見るようになりましたけど、それまで自分の世界の中に2階以上の建物って目に入ってなかったですもんね。だからできるだけ店舗は低階層でお部屋が広いとこっていうのは家賃が高いんだなっていう認識を持っておいてもらうと外れないかなと思います。あとはその建物がそのフロア1個を、そのフロア1個がもうその建物1つ、ワンフロアオフィスっていうと思うんですけど、例えばその5階のビルの5階にテナントが4つありますよっていうのは、まあ、4つのオフィスがあると思うんですよ。4つオフィスがあるビルだけど、その5階のビルのその5階は1つのテナントしか入らないっていうのもあるんですよね。それが結構メリットだと思ってて、いろんなところが混在してるとやっぱりこう共用部からの作り込みとかができないと思うんですよね。ワンフロアのオフィスだと、はい、エレベーター降りた瞬間からバーンって自分がやりたいお店の世界観作り上げることができるんで、そこはメリットですよね、ワンフロアオフィスの。あとはそこがオフィス街なのかそれとも住居地なのか、これもすごい重要かなっていうふうに考えました。僕はどちらかというと今回オフィス街寄りのところになったんですけど、一応こう公園、大きな公園とかも近かったりとか、まあタワーマンションも徐々に建ってきてるし、オフィス街ではあるけれど住居もちょっと考えた立地にはなってるかなっていうふうに僕は思ってますね。駐輪場とか駐車場も近いのかどうかっていうのも考えましたね。僕のところって高速道路の下に駐輪場と駐車場があるんで、そういうところではまあそこもカバーできてるかなっていうふうに思ってます。物件選び結構いろいろまだまだあるんですけどね。例えば大型の商業施設があったらそれに続く人の流れってどういう風に動いていくのかとか、そういうところもあるんですけど、実際にこう店舗選んでみるとなかなかそれに応用できる物件っていうのは家賃が高すぎるんじゃないかなっていう風に思ってて、本で書かれていることをそっくりそのままやるのは初めの一歩では厳しいなっていう印象を受けましたね。最初の一歩でするとしたら、とにかく情報を漁ってみてある程度の物件を採に行くしかないのかなと。全ての条件が揃った物件っていうのは、まあ、おそらく厳しいですよね。家賃が安くて部屋が広くて主要な駅が近いっていうのはまあないですよね。おそらく主要な駅の次の次の駅とか、まあ、あまり使われてないけど家賃が安いとか、なんかどっかで妥協しないとダメになってくる。自分がどこで妥協するかをちょっと考えてみてもらって選んでもらえるといいかもしれません。以上がですね、僕の物件の選び方でした。僕はこのように選びましたけど、いろんな考え方があると思うんで、またコメント欄にてぜひ教えてください。以上です。ありがとうございました。